こんにちは、ナヨナインです。今日は2024年注目の補助金の一つである中小企業省力化投資補助事業について詳しく解説していきます。なぜ注目なのかというと、ポイントは4つです。2024年新設の補助金、2026年9月末まで継続的に15回程度公募が実施される予定であるというところ、2ヶ月に1回のスパンで公募が実施予定です。採択予定件数が12万件、かなり多くの企業様が活用できるのではないでしょうか。そしてカタログから選ぶカタログ型というところですね。 IT 導入補助金のように継続的な公募と多数の採択が予定されています。もし導入予定の設備が対象となっていたら絶対に活用しなきゃダメですし、こちらのカタログに載ってある対象製品をもとに自社の省力化をどう進めていこうかというふうな検討も始める必要があります。では内容をもう少し見ていきましょう。中小企業省力化投資補助金の目的は、中小企業の生産性向上と省力化を実現するために IoT やロボットなどの技術導入を支援する目的で作られました。この事業自体の目的としては、人手不足に悩む中小企業が効果的な汎用製品を活用する、導入することで売上の拡大や生産性の向上を図ることです。補助対象となる製品は事前に登録され公開されたカタログから選択する形となっています。この補助事業で重要なのは、この中小企業省力化投資補助金によって中小企業がより複雑でなく、より簡易に、そしてより迅速に省力化のための設備投資を行えるようになることです。補助金の申請資格は製品カテゴリーの定義ですとか補助事業者の要件に基づいて審査されます。中小企業という要件に合致し、労働生産性を年率 3% 向上させる事業計画を作成し提出する。そして製品販売事業者と申請する事業者様が共同で申請をする必要がございます。補助金額については詳しくはこちらの図をご覧ください。補助金額は従業員数によって異なってまして、賃上げ達成時には最大1500万円の補助金となります。賃上げ要件とは、事業所内最低賃金を45円以上増加させること、給与支給総額を 6% 以上増加させること、この2つどちらも補助事業の終了時点で達成する必要があります。4月15日時点で公表されている対象製品についてお伝えします。大枠はこちら。清掃ロボット、配膳ロボット、自動倉庫、検品仕分けシステム、無人搬送車、スチームコンベクションオーブン、券売機、自動チェックイン機、自動生産機などがございます。対象業種も記載されているので、自社の業種に一致するかどうかも確認してください。少し詳細踏み込んで説明させていただきます。まずは清掃ロボット。このロボットはホテルや飲食店の床などを自動で清掃することができます。最近ショッピングモールや、いろんなビルにおいて見たことのある人も多いと思います。従業員が手作業で行っていた清掃作業をこのロボットが代わりに担い、作業効率の向上が期待できます。こちらの導入には数百万かかりますが、それを補助金で2分の1補うことができます。またこちらの清掃ロボットは内装系のオフィスでも実際に活用されています。次に配膳ロボット。飲食店やホテルでの配膳・下膳を自動化します。トレイに料理や飲み物を乗せることにより客席まで自動で運び、従業員はより接客など付加価値の高いところに集中することができます。そして自動倉庫。製造業や倉庫業、物流などの入出庫作業を自動化するこのシステムは、物品の保管や管理を効率化し、時間の短縮とコストの削減を実現します。他にも先ほど申し上げました製品カテゴリーが登録される予定です。詳細は中小企業省力化投資補助金の詳細ページもご確認ください。この中で使えるものがあるかもと思った事業者様は、申請フローの確認などを早めにチェックしていただきたいですし、逆に製品の販売事業者様は自社製品が省力化にどのように貢献するかというところで、ぜひこのカタログへの製品登録を進めていただければと思います。この補助金を活用し設備導入することで、それぞれの業務において大幅な時間削減とコスト効率の改善が実現し、人手不足に対応することができるようになり、競争力を高める要因となります。そして会社の事業の持続可能性と成長も促進されるでしょう。現時点で第1回のスケジュールはまだ公表されてませんが、もう間もなく開始されると予定されています。ぜひ注目して申請の準備を進めておいてください。本日は以上となります。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。